世代。この辺り今いろいろお花咲いてますけどね、うん、残念ながらここにあるのは外来種でしたね、うん、これはい、今芽吹いてきている鮮やかな黄緑色の森が広がってます、うん、今ちょうどこの柳の仲間なんかが多いんですけれども今ちょうど芽吹いてきて葉っぱが新しい葉っぱ出てきているところなので、まあ、緑がまだ明るい緑色ですね、うん、まあ、今日は、ね、これがまた素晴らしい。私実はここ来るのね、5日ぶりぐらいだったんですけれども5日も間開けるとですねもう緑の濃さ全然違って、うん、これがどんぐり、どんぐり、どんぐり、英語だとエイコン、シャンゴ、そういうの分かりました。分かりました、はいはい、でこれがヒグマの大好物です。あ、そうただ今ねもう美味しい山菜が周りにたくさん出てきてるせいかこれあんまり食べなくなりました。ヒグマは非常にあのグルメです。その時期その時期の旬のものばかり食べてます。まあ代表的なもので言うと春山菜、夏になるとねあの昆虫ですね、アリとかねセミとか、はい、うん、セミって言ってもセミの幼虫ですね。はい、で秋になると、山ぶどう、酒、どんぐり、その他の木の実、とにかくですねもうその時期その時期の美味しいものを選んで食べてます、うん、一年中こう食べるもの変わるんですね。あのちょっとこの先がねこう曲がってるでしょ、うん、そしたらこの曲がった先にヒグマがいたりするとお互いいきなり会ってびっくりしちゃうんで、こういうところで手をたたいて、はいはい、で声をかけとくと、あ、人間来やがったなっていうふうに向こうは気づくん で、うん、でこれが非常に重要です。はい、じゃあ行きましょう。私たちはこちら側しか歩けないんですが、ヒグマやエゾシカたちはこちら、うん、はい、土の方に行って水場所を食べることもよくあります。で、ここちょっと見てもらうとなんとなく道っぽくなってるのわかります。あ、熊の道、そう、まあ熊かどうかはわからないけど、エゾシカも多分使います。獣道って言います。で、この場所はあの原生林ですから人間の手が、まあ、ほとんど入っていないところです。つまり倒れた木も基本的にはそのままです。でもね、こうやって倒れてる木もすごく森の中では重要な存在で、うん、木が倒れる。で、苔が生えてくるでしょ。そしたらね、この苔の上から新たな植物が芽吹いてくるんですね。これね、多分やりやがったやつですよ、これね。見てください、これ。この木がね、腐ってたんだけど、腐った木がこうバラバラになっちゃったんですね。もしかしたらこれ、まあ、クマが来て、これ木の中に穴が開いてるでしょ、アリだとか虫が住んでるんですね、虫の幼虫なんかが。クマが虫を食います。それを取りに来たのかもしれないです。なんかの糞がねありますけれども、多分イタチとか何か、小動物ね。小動物。この辺もちょっと掘った感じがありますね。これほら土が。で、ヒグマは結構穴掘りも上手なんだけど、うん、まあ掘る理由としては、あのさっき言ってたセミの幼虫とか、うん、が多いです。だ、うん、あとどんぐりを探すときにこの落ち葉の下にどんぐりがあるんで、落ち葉をこう避けてどんぐり探すことになるんですね。結構まあこういうのは人間がこんなことすることはほとんどないんで、何かしら動物の仕業なんだけど、
熊の可能性高いです、ね、頭いい。これで大きな木が倒れてる。ちょっとここ見ていただくと、あの倒れた木の上が、見てください、苔むして、苔の上から小さいトドマツが出てきたんですね。で、これよーく見ると実は、トドマツが1、2、3、5、6、7、8、9、10、もう数え切れないぐらい。小さいのね、いっぱい出てます、これ、これ。これもそうですね。で、これが、東北方針という現象なんですけど、トドマツはたくさんあります。種が毎年たくさん落ちます。でも、種が、この地面に落ちるか、この苔の上に落ちるかで発芽率が全然違って、地面に落ちたら発芽するやつはもうほとんどいないです。まあ、こんな感じで、この上から入ると、いずれこう根っこが張れなくなっちゃうんじゃないかなという感じがするんですけど、あの実際はこれからどんどんどん大きくなると根がこの切り株を覆い隠すような形で、この辺までどうぞ、うん、はい、どうぞどうぞ、はい、この木を見てもらうと最高の反応いただきましたね。すまん。これ、この木の背が高い。そう、これ登ってる。そうですね、熊の木登りの跡なんですよ。庭野さん、熊は穴掘りも上手だけど、木登りも上手だ。ああ、どうですか。そう、ヒグマはあの穴掘りも上手、木登りも上手。で、重要なのは爪なんですけど、はい、爪がこう曲がってるんですが、武器というよりもあれ道具なんですね。まあ、5、4、3、2、1で今日は行きます。いいですね、対岸の森が、あの、今、根付いてきて、で、その向こうにシルクプランターね、見えておりますけれども、かなり雪が、で、まあ、熊に会った時にのためにこれ用意してはいるんですけども、で、実際これ使ったことあるのかと言われると、実は私本物噴射したこと一度もないです。ただよ、ね、つまりね、あの、熊にはよく合いますよ。熊によく合うんだけど、そこまでの危険になることはほとんどないっていう。知床ではただ30年以上事故、人身事故、あの、一般人とヒグマとの人身事故っていうのは30年以上起きてないです。ちょっと止まりましょうか。うん、はい。笹の葉は、さっきからあちこちあったんですけども、ここの笹の葉見てもらうと、わかります?ちぎれたような感じになってる。これ、あの、冬場にエゾシカが食べた後なんですよ。エゾシカ。そう、エゾシカが食べる、うん。あの、笹の葉って多分あんまり美味しくないんですよ。だからね、夏だとか秋とか、他の食べ物がいっぱいある時期は、これあんまり食べないですが、冬になると他のものが食べられなくなっちゃうので、うん、しょうがないので、この笹の葉を食べますね。まあ、4個なんだけど、さっきの5個よりちょっと大きいです。これね、あの丸花ですね。
ニット。残ったね、接触期間ですから、うん、あら、できちゃいますね、写真撮っていきますか、はい、はい、そうね、せっかく午後、はい、じゃあ次は4です一旦外でですね、結構快適に歩けるもんです私は割と雨の日に参加しますね。これは今日に行くと。それ狐ですね。うん。はい。こちらが3個でした。3個ね、さっきまでの5、4に比べるとかなり大きく。うん、中に入れそうな。ここはもう完全に出したんですよ。まあこんな感じで。こっちも実はこう中は空洞になってるんですけど、ね、全然わかんない、半分しかない、まあ、これでも、全然スレッドレンザーが、ね、切りかかってます、うんうん、よし、じゃあ写真撮っていきましょう、はい、入ってますね、初回を暗い、うん、これはそう、この辺りは、まあ、江戸山桜っていうのがある。我们两个的外套全湿了，然后里面的衣服是干的，这冲锋衣还是很防水，但是裤子我们俩裤子都全湿透了，这是我的裤子，完全湿透。我们现在再回到自己车上，正在整理东西，电池给我，我把它放在那烘干就行。相机这些都沾水了，但是现在慢慢等它自己干，镜头也放在这里。然后机头直接干没电了，后面有两个湖都没怎么能拍到，而且下很大的雨也没法拍了，把我的也扔到后面去了，那个椅子不就可以挂一下吗，我的可能水有点多哟，你的证书没事吗，没事，在我的包里，羡慕，走吧，行きましょう，这边还在下雪，这里还有好多积雪，现在是海拔多少我也不知道，1000米不到有，现在已经5月底了，还有很多积雪，还挺厚的，刚刚走了一段泥泞的山路，
走了半天才发现刚刚没有拍上，用的是拍照模式。现在我们已经到目的地了，这里是三小屋，然后从这里可以登山，但是我们不是来登山的。哇，我们是来看喷泉的，这个是间歇喷泉。哇，说着说着它就喷了。现在我们是横穿芝床半岛的中途来看间歇泉，其实附近还有一个温泉叫熊之汤，熊的汤，但是要走20多分钟，我们也不想泡温泉就不去了。那边是个野温泉，就是没有人管理的一个野外的温泉，也是免费的。我们因为要赶着去我们住的地方，然后还要抓紧吃晚餐，所以不能再去逗留了，而且天色暗下来了，熊出没的几率会很大，所以我们就抓紧出发了。日本有很多这种自然中心，而且他们都免费的，里面的资料很好，有很多动物标本，都是真实动物的标本，一比一比例，而且会介绍的很好，就相当于一个海洋馆。对，海洋馆啊，科学馆。哎，是什么粪？这可能是熊的粪，真的有可能是一年前的熊粪，刚刚讲过的那个。对，去年。嗯，因为这个是鹿的粪。嗯嗯嗯。现在雨终于停了，而且日本的这种资料馆里面，他们的工作人员都很敬业，都很热爱工作。只要你在那儿看，他们就会有人过来跟你讲解、跟你聊天、跟你介绍啊什么的，然后会告诉你很多东西，包括今天我们去山里面那个向导，也给我们介绍了好多植物的相关，还有鸟，对，他能听到鸟的声音，知道是什么鸟。嗯。那走吧，我们继续出发吧。找到了，找到了，一出来就看到了一只，好可爱。